医者や看護師が忙しく立ち働く病室に突然植木仁さんが現れる治療中の患者に看護家の寸法を測らせていただきますとおもむろに薪尺を当てるしばらくしてやっと場違いだと気づきお呼びでないクレイジーキャッツの王子の鉄板ギャグだ。昨日付本誌の世相漫画を見て 思い出したた方も多かったのでは岸田文雄首相が日本一の説明責任男の上りを背中に掲げ「成林審出席します」と満面の笑みを浮かべるタイトルはもちろん植木さんの苦段のセリフである今回の成林審では自民党派閥の裏金事件で疑惑を持たれた 衆院議員5氏の責任を見極めるはずだったしかし後悔をめぐって態度が二点三点野党が求めてもいなかった首相が出席を表明するとやっぱり5人とも出ますなのだから今とさながらの流れに見えてくる疑惑の先生方は国民に向けて真実を話すことより 相変わらず内輪の駆け引きにとらわれているのだろうか首相は昨日の清林審で改めて説明責任を強調した今日は安倍派4人の弁明と質疑に注目しよう政治の世界にはもう及びれない向きがいるやもしれぬ